日本の平均気温、明らかにどんどん上がっています。また今年もですね、平年よりも気温が高い、どうも猛暑になる恐れが大きいと。熱中症で一番運ばれている方が多いのが家の中なんですね。熱中症対策としてのエアコン使用というのはもう現代ではもうほぼ必須と言えるかと思います。エアコンは一度買っていただくと、大体平均の買い替え年数14年って言われてるんですね。14年間の夏や冬をエアコンを使っている間、快適で省エネに過ごしていただくためには、やっぱり最初少し投入コストがかかってしまうかもしれないんですけれども、やはり省エネ性の高いもの、冷暖房能力高いものを選んでいただくことが、この14年間の快適と節電につながると思います。水を通します。どうでしょうか。最近は電気代が高いので、エアコン我慢しがちな環境が多いと思います。やっぱり設定温度を上げることによって、夏場の冷房の場合には 13% ぐらい節電につながってきますので、上手なエアコンの活用方法で夏を乗り切っていただきたいと思います。